はい、どんこくんです。ということで、で今回ですね、第2回聖地バオカ交流会の様子その2の方を実況解説していきたいと思います。まず左側、大王様サーブからスタートしました。まるちゃんさんの、これ、及川タンですね。前も一度動画に出てきたんですが、第1回聖地バオカ交流会でデッキ賞になったデッキですね。でそこに、さらに、初詣。しかし、こういうルールミスですね、初詣はちょっとサーブフェーズに本来発動できないので、本来は6点なんですが、まあ、とりあえず今回はこのまま見ていきたいと思います。はい、一方、右側、角川高校を使うのが、大地さんですね。前回に気づき大地さんです。しかし大地さんいきなり7点が拾えず、ここでたまらずブレイクですね。やっぱこうね、及川タンっていう、キャラデッキじゃないですけれども、そういうテーマ、一つのデッキの中でも、こうした7点っていう打点をいきなり出せるっていうのはかなりの強みだなと思います。そして再び大王様サーベイ。アクションがちょっとないかもしれませんが、しかしかなりの打点は出そうですね。さあ、アクションがあるかどうかですね。あったー、はい、これで7点です。7点を2回連続で連打。さあ、3回連続サーブ連打でワンチャン勝ってしまいますが。お、置いてブレイク。お、かなりピンチですね。まさかの2回連続大王様サーブで、で、ブレイクを取っていきました。ああ、さすがに、3回連続の大王様サーブは来なかったですね。これで、及川徹3点です。さあ、及川タンね、サーブ以外は正直打点が出ないので、まあ、こっからはね、次、角川の打点連打のターンに回っていくんじゃないでしょうか。はい、あの美人のトイレ2分近く経ってしまったを使いました。まあ、南田くんと、誰だっけ。やべえ、名前が出てこない。名前が出てこない。百沢ですね。百沢が、まあ、バニラ、いわゆるカードなので、まあ、それを1枚ずつ手札に加えることができます。お、しかし、及川徹が入ってますね。なるほど、及川徹を持ってくることによって、安定したトス、ニーズを確保できるということでしょうか。で、これでこのまんま、トスとアタックが確定するので、まあ、かなり、まあ、理にかなっている、採用だと思います。純正のね、角川でいくと、結局、その、トスにはバニラがいないので、常に供給できるのが南田くんと、百沢ってことで、まあ、それを考えると、かなり、良さそうなカードに見えますね。レシーブポイントも4ということで、まあ、4点のね、普通の返球は、トス上げれるので、あ、ここで小牧くんの効果を使うみたいですね。百沢が出たので手札1枚捨てて、今捨てるカード考えてますね。はい、百沢を捨てて、プラス1してこれで5点ですね。はい、岩ちゃんを出しました。で、これで手札のお手手の及川を捨てて5点。及川を出して、はい、これで2アタックしました。3点ですね。まあ、キャラがね、被る可能性も高いので、やっぱ2アタックがあると、かなり一つのね、キャラクターの、その、いわゆる単一デッキっていうのは組みやすいのかなと思います。さあ、南田くん、レシーブ。はい、浅虫くん。はい、100サーで4点ですね。さあ、百沢がどんどんアタックエリアに出ていますが、まあ、この百沢をね、3枚貯めることによって、毎ターン6点を出すというのが、このデッキの、まあ、コンセプトになっています。お、及川さんはここでサーブ。そして、手札から、及川さんを捨てたみたいですね。青葉城西のキャラを捨てたので、これでマイナス5されずに6点のサーブが飛びます。さあ、トスに及川徹を採用しているということですが、まあ、大王様サーブはね、青葉城西を捨てられないと、マイナス5されてるというデメリットを持っているので、まあ、それを考えると、かなり思い切った採用だなと思います。まあ、しかし、及川徹4点で、さらに手札から及川徹捨てて6点で拾いました。影山へトス。
で、アタックで及川ですね、これは。はい。及川、影山、及川ですね。同じカード2枚並んでいますが、コンビカードなので、キャラクター名が違うので、全然もうルール上 OK です。さあ、南田くんでレシーブ。及川トールでトス。相手の手札を見て、アクションが1枚ありますね。あるので、ワンドロー。及川さんしかいないですね。これでワンドローします。さあ、まだ3月ないので、ここは100層を置ける。いいですね。このバニラ3枚の3月っていうのがかなり重要なので、かなり動きとしていいと思います。これで4点です。さあ、一方、マルちゃんさん、手札、及川通るしかいなかったので、なんか別なキャラを引かないと、物理的にブレイクですね。さあ、考える。ブレイクしました。おそらく及川通る以外引かなかったんじゃないかなと思います。はい、サーブ、及川通る。いいですね。もうどんどん飛ばしていきますね。はい、これでまた、ちょっとお手札切ったカード見えませんでしたが、アーバ城塞を捨てたみたいなので6点です。さあ、6点連打が強い、単純に。おそらく6点を出すっていうのを一つのコンセプトにしてるのかもしれませんね。客さんの9段のレアが、5点、プラス2点して5点でトスと合わせて6点なので、まあ、サーブも5点、失礼しました。6点を出すと。で、6点連打で相手のリソースを削って勝つと。で、レシーブを上げるっていうリソースを削っていくのかなと思います。まあ、実際ね、マルちゃんさんかなり削られていいので、結構苦しい展開になりつつあるのかなと思います。ちょっと考えてますね。はい、岩ちゃんでトス。あ、トス失礼しました。レシーブでプラス2点。で、3にプラス2点。で、7点にしました。おっと、ここでいつも通りでいいの、及川通る。いつも通りでいい、すいません。最初からぶち切っていこうですね。いつも通りでいいは、岩ちゃん。メンババですね。メンババじゃないけど、メンババの及川、8いただき及川で、アタックに岩ちゃん。これで5点のドローフカですね。大地さん常に、もうセットを落とせない状況ですが、なんとか南田くんを引き続けてレシーブうまく上げていますが、まだ持っているのでしょうか。あ、しかしレシーブ上げるやつが、お、100沢でレシーブ？はい。これで、プラス2点ですね。しかしまだ2点にしかなりません。あと3点。あと3点あんのか手札に。もうブレイクはできないと思うんですが。おー、殴り合いを制すを持っている。なるほど。確かにこれで朝飯くんを持ってくればプラス2点できるので、これで拾えますね。さあ、プラス1点の3点で2月払ってデッキから香川学園のカード1枚を手札に変えます。おそらく、朝飯くんですね。朝飯くんで、さらに効果を使って、プラス2点ですね。まあ、一応手札に加えて、デッキシャッフルしてもらいます。はい、3点で、はい、朝飯くん捨てて、プラス2点しました。さあ、なんとか5点を100差で拾いました。さあ、及川通る。100差は、はい、で、ガッツに今、能力テキストのない100差が3枚以上あるので、プラス2点します。これで今5の、6点ですね、今。で、さらに藤クジラを使いました。これで3ガッツ以上100差に対して、プラス3点するので、これで9点ですね。さあ、9点は単一ではきつい。はい、拾えませんでした。はい、ということで、2018年最後の実況解説動画の方は、フルセットで100沢を使った、香川学園を使った第3の勝ちとなりました。ということで、今年もあと少ないですが、皆さん良いお年をお過ごしください。ということで、来年もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。